お、いいね。いい商売だろ、おじ散歩。1時間1万5000円で散歩してやるよ。散歩付き合ってやるよ、女子高生、女子大生、 OL、 綺麗なママ、変わりママさん、どうですか。60分1万5000円、いかがですか。工人です。金があったら何でもいいですよ、はい、金のないやつはいらないです。ちゃんと前金制でお願いします。家ねえじゃねえかよ、こんなとこ。どこに家があるんだよ。いい加減にしろやまして。暑い。もう涼しくなったり暑なったり、なんなのこれ。もうやめて。なんか風強んできた。これ雨降るぞ。雨降るぞ。奥さん、奥さん、洗濯物を取り込みましたか。奥さん、奥さん、雨降ってきますよ。奥さん、奥さん、洗濯物大丈夫ですか。奥さん、子供いいんだよ、ここ。
し、工場涼しいな。エアコンどんだけ貸してんだよこいつら。涼しすぎるだろうお前ら。こんだけ涼しいとこで作業してんだよ。羨ましい限りじゃねえかよお前らよ。あ、ポストがねえわ全然。ポスティングなのにポストがねえってどういうことなんだよ。しかし減らねえじゃねえかよ。はいはい。
なんか内装屋が入って、あれ壁潰してるだろ絶対。熱い。なんだっていいよもう。もうどうだっていいよもう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。マジで溶けた？ほんまやな。何やってんやろな。一定の人数がじーっと見とったんやろな。気持ち悪いわ。気持ち悪い。おかしいだろマジで。わっち見てるやつ。監視されてもあんまりデメリットないからどっちでもいいんだけど、むしろ監視あった方があれ人いてるじゃんみたいな。でもコメントなかったら一緒やけど、要するにコメントなかったら一緒やし、要するに金よねこれ、こっちってと思うわ。みんな言ってるけど延長するっていうのはアイテムが いっぱい飛んでるように見せかけたりとかね。ための手段でお金かかっても延長するっていうのはそういうところを狙ってんだよね。
延長したら一定分の割合で運営が投げてくれるんじゃない、あれもしかして。ちょっとぐらいは知らないけど、あつ、はあ、あ、プールちゃん、これプール入ってんじゃん、ええー、な、おーちゃんも小学生と一緒にプール入りてえな。キャーキャー言うとんで、キャーキャー、ええー、な、おーちゃんもプール入りてえわ。どういう意味？あ、違う、なんでタクシー貸し切ってまくん？大赤字じゃねえかよ。めちゃめちゃ、めちゃめちゃってなんや。めちゃめちゃ大赤字じゃないですか、それ。なんのメリットもないじゃないですか、これじゃ。どういう意味？
都会ではないですよ。あの市場がすぐそこにある、あとちっちゃい工場がこちょこちょあるだけのところなんで、人は住んでないですね、あんまり。小さい小さいマンションちょこちょこある割には外国人しかいないし、大阪なんて終わってるからね。40番でロングしてるの、ショートしてるの、同じポジターの。原油ロングしてんの？マジで？ラッキー。おじちゃんも原油ロングしてるから、ビントレさんの波に乗って、おじちゃんももう働かなくていいぐらい稼げたらいいな。まあいい加減今月の給料ぐらい稼いでくるような。言っても100バレルしかロングできてないけど、倍がなすぎ。金のショートで。なんとかちょっと取り返せたけど、2回ロスカットされたか。そうでしょ、昨日すごい下げたでしょ、うん、ショートして利益出て、で土点ロングして刈られて、でショートしてまた今朝少し取り戻した。言うても昨日は2回ゼロ化されてる。ショートしてもロングしても絶対ゼロ化されるんだけど、ゲームの横利きやばすぎるだろうし。
す。あ、マジで？